ナスヌ・タクミは、東京都豊島区出身の元プロ野球選手。子供の頃は、近鉄バファローズのファンで、大石大二郎や、ラルフ・ブライアントがいた頃のスタメンは、今でもそらんじることができる。駒場学園校では、伊藤秀則と同級生。日本大学では1年秋から、リーグ戦で登板し、3年春は、入れ替え戦で3試合連続先発関東して一部、残留。 4年生春に5勝0敗、防御率0.39の活躍で、チーム6期ぶりの優勝に貢献し、最高主君選手、最優秀投手、ベストナインに選ばれた。第53回大学選手権で準優勝して、関東賞に選ばれた。世界大学野球選手権、日米大学野球両日本代表に選ばれる。4年時のリーグ10連勝は、新記録であった。 東都大学リーグ通算50試合当番22勝を10敗、防御率1.97、219奪三振。日大では佐藤義則以来8人目の20勝投手になる。大学ナンバーワンサワンの評価を受け、2004年度ドラフト会議で横浜ベイスターズから自由獲得枠指名を受けて入団。日大の同期であった桑原義行も共に入団した。 ルーキーイヤーの2005年5月15日に、プロ初登板、初先発。5月22日の大西部戦で先発種5回を4、失点でプロ初勝利を挙げた。即戦力と期待されながらもわずか1勝に終わった。シーズン最終登板のヤクルト戦でその日、引退試合だった佐藤真一に、流し打ちであわや、ホームランという大飛球を浴びた。2006年、主に、 鶴岡一世とのバッテリーで交流戦を中心に活躍した。開幕から校長を維持し、8月18日を終えた時点で83回を投げて、防御率2.71と横浜投手陣上位の成績だった。その後は突然請球を乱す場面が目立ち、3試合合合計で12.1回、自責点18と打ち込まれ、結果として防御率4.05となってしまった。 8月11日の東京ヤクルト戦では8回まで後、安打の高騰を見せ、点差も5点差と、安全な状況から突然支給を連発し、9回虫満塁のピンチを招き降板。プロ初関東を逃している。試合は交代したマーク・クルームが、後続3人を抑え勝利。2007年は契約金問題が発覚。プレーでは4月に、プロ初セーブを記録。 大谷明彦監督の下で手薄な左のリリーフとして1年間起用され、木塚敦厚に次ぐ、チーム2位の63試合に登板し、防御率3.79の成績を残した。オフに、左肩甲骨価格活液放炎治療のため手術を行った。2008年は先発ローテーションに復帰。シーズンを通して、安定度を欠き、5回前後で交代する試合が目立った。 最終的に22試合80.2回投げながら、わずか5勝、リーグワースト2位の12敗、防御率6.47という成績に終わった。2009年は主に左の中継ぎとして起用されたが、怪我もあり12試合の当番に終わった。防御率も11.57と前年の倍近くに、悪化。シーズン終了後の十一月九日、清水直行との一対二の交換トレードで、 斉藤敏夫と共に、千葉ロッテマリーンズへ移籍。11月15日に入団発表が行われ、背番号は47に決定。2010年は、プロ入り初の一軍登板なしに終わった。2軍では19試合登板で4勝4セーブ、防御率4.75という結果だった。2011年も一軍での登板はなく、2軍でもわずか9試合の登板、防御率5点台に終わった。 10月9日、戦力外通告を受け、12月2日、自由契約公示された。結局一席後は一度も一軍当番がなかった。その後は料理への道へと進み、調理師免許を取得後、東京都板橋区内で飲食店をオープンしたことが、ツイッター等で報じられた。2014年11月から東部東上線の大仙駅近くで、鉄板焼きお好み焼き、もんじゃ焼きの店、 日黙りを営んでおり、地元の人気店となっていたが、コロナ禍での長期休業もあり、2021年4月30日に惜しまれつつ閉店した。192センチメートルの長身から繰り出す角度の、ある直球に加え、スライダーカーブチェンジアップと変化球も持ち合わせている。しかし、左肩を痛めた2007年以降は、ストレートも、 平均時速1 4 0トルを下回るようになった。角度のある遅い直球はアッパースイングの餌食となってしまい、各球団の中軸に長打を浴びることが多くなった。2007年5月にタレントの熊切りやサミとの熱愛が報じられたが、年末に破局。2007年4月11日、球団側より入団時の契約金が最高標準額を大幅に。 超える5億3000万円。1年目の年俸も、申し合わせの2倍となる3000万円だったことが、発覚した。ナスのは球団を通じ、これから自分ができることは、プロ野球選手として、グラウンド上で、精一杯のプレーで結果を出すことですとコメントした。後にこの問題についての説明を求められた時には、自分が矢面に立ったため、自分の責任は果たしたはずと発言している。 ありがとうございます。